中木原康政のヤバいエピソード。1、元々は身分の低い武将だった。後に徳川四天王と呼ばれる康政だが、最初から身分の高い武士ではなかった。当初の康政は、家康の家臣の呼称をしていた人物だった。しかし康政は、とても真面目で、勤勉な子だったため、家康の命に留まり、13歳の頃に取り立てられ、家康の直進となったのである。に家康からもらった甲冑を使い続ける。家康の直進となった、康政は甲冑をもらうことになった。しかし、家康がくれた甲冑は、あちこちが擦り切れており、決して高価なものではなかった。しかし康政は、その甲冑を大切 にし多くの戦いに使用したと言われているただ古い甲冑だったので何度も傷んでしまったがその度に修理して使用していたとされる3イーナオマサに嫉妬する時が経ち安政より13歳年下の良直政が良の赤備えの隊長に任命された直政が隊長に任命されたことに安政は嫉妬し家康になぜ自分ではないかと詰め寄ったそうだしかし後に安政は直政の存在を認め容赦の仲は良かったとされる。